はい、バニラビーンズネット TV バニビューラビー本日第91回目です。はい、もう91回目ですね。ついになんか100回に向けてどんどんカウントダウンいますね。残り9回まだ結構あった意外にあったはい、というわけで放送中もメールをお待ちしております。メールはこちらまで、バニラビーンズアットマークフラワーレーベル .jp です。待ってます。はいはい、早速ですが最初は最初のはいあのあれだ、二択さん、これを何択究極の選択に参りたいと思います。はい、ちょっと待ってね。よいしょ、はい、千葉さんに読んでもらいましょうか。はい、それでは、はいはい、まずは、はい、この方から、ペンネーム冬目さん、ありがとうございます。はい、必ずどちらかを素足で踏まなければいけません。やだー、どっち？素足やだ。 A 5センチのゴキブリ、 B パフュームの写真。踏む方を選ぶんですね。踏むの、はい。 B 写真。写真即答でした。ごめんなさいね、すみません。ゴキブリはやる。写真はただの写真ですからね。そうそう、写真でしかないから。5センチってさ、うん、結構あるよ。本物だよ。子供とかじゃないし、無理。子供だったら大丈夫なの。黒光りするのは無理みたいな。ゴキブリマジ無理。確かに。はい。はい、わかりました。じゃあ次。うん、ペンネームヘイブンさん。はい、ありがとうございます。はい。究極の選択。どっちに入る？A. 髪がない公衆トイレ。B. 髪はあるけどドアがない公衆トイレ。髪がない公衆トイレ。ドアがない方。だってティッシュ持ってるもん。そんなダメね。そんなら反則だよ。あ、そう、うん、ドアなくてもいいの？あの、髪を使って隠す、うん、カーテンみたいに。そう、すだれみたいに。髪があるんでしょ、だって。そうかさ、髪は人来るまでに早くしてますシャーみたいな。やめ、見てないか確認してみたいな。確認してよっとシャーってなってみたいな、うん、それがいいと思う。これ以上言わなくていいや。はい、わかりました、はい、じゃあ、もう一問。はい、はい、ペンネームあきつ、うん、あきつさん、あきつさん、ありがとうございます、はい、究極の選択、紅白、うんうん、本番前に、うん、かぶり物が盗まれました。これのこと？多分。あ、さあ、どっちで出演する、あ、どっちを選ぶ、うん、A. 地毛をキノコ外羽にして出演、うん、B. 出場断念。え、地毛切るでしょ。地毛、あ、そう、地毛、絶対地毛出場断念はないね。断念はないね。なんかもう一個違う、なんかさ、うん、違うカツラをかぶって出場みたいな、か地毛切るか、地毛切るか、あと何がある、なんだ、究極の、あの違うかぶり、お、あの着ぐるみみたいなのを着るか、あ、うんうん、それはあり、写真で出ちゃうとか、うん、顔はじゃあ顔の写真でそれはまあパクリやん。感動してるはずなのに爽やかな写真みたいな、普通の写真みたいなそれは前代未聞です、うん、なるほど、ね、今切るぐらいならはい、ありだっ ね、うん、みんないろいろ考えて、ちょっと待って、でも地毛切るってちょっとおかしいよね、話的にね。みんなうんってなってる人もいるかもしれない、うん、そうだよね、かぶり物って何みたいな、そうだよね、これみたいな、そう、地毛ですよ、これは地毛ですよ、はい、じゃあそんなことでよくわかんないフォローをね、はい、究極選択は以上です、はい、以上、はい、だから皆さんありがとうございます、ありがとうございます。面白いです ね、よく考えるよね、みんなね、踏むならどっち、ゴキブリかうんこだったらね、はぁー、迷う、もうそれめっちゃ迷う、5センチのゴキブリか5センチのうんこか、うわー、迷うってね、うん、犬のうんちみたいなやつ、踏む具合もよるよね、しかも裸足だから、裸足で潰すまで踏むのか触るぐらいまで踏むのか、潰すんだよ、そりゃガシッと、そりゃそう、だって潰さなかったらゴキブリ逃げちゃう、普段はうんこの方がいいと思う、だって洗えばいいもん、ゴキブリはなんか感触がわからない、踏んだ時のなんかバリってして、なんかいやーやめてやめて、なんかこうね、あの、なんて言うんだろうね、
なんかあれパリって言うのか羽だからムシャムシャってなるのか。いやもうやめよう。そういうの考えろよ。あれでもちょっと香ばしい感じしない？うーん。香ばしない。感触で言うと。もうやめよう。これ香ばしめ揚げ物的な。時間的にお食事唐揚げ的な。ダメだもうこれ以上。はいはい。そんな感じで。はい、そんなことで。じゃあ本題の。本題の。はい、うん。今週の気になったつぶやきのコーナーに行きたいと思います。はいはい、じゃあこれは私が読んでいきたいと思います。はい、まず何がいいかな。ペンネーム、あ、これがいいかな。ひよちゃん、ありがとうございます。今週の気になるつぶやきですが、れなさんの7月3日のみんなのまっつぐ見たよつぶやき見ながら泣きそうと、7月3日の放送の時のつぶやきなんですが、みんなのつぶやきを見る直前の心境はどうだったのでしょう。あですって。怖かったんですよね。やっぱり髪型もこれじゃなくて、あのカツラを初めてかぶらせていただいてね。初めてカツラかぶらせていただいて、うん、あと化粧もそんなにしてなくて、うん、ファンデーションと眉毛ぐらいで、うん、あと着物、いつもの私服と違う衣装を着せていただいて、うんうん、で初めての演技だったんで、やっぱりちょっとぐらい苦情みたいなものが来るかなみたいな覚悟してたんで、苦情というか下手だなみたいな、批評的なね、ブサイクだなみたいな、うん、見てられねえ、チャンネル変えてやったみたいな、うん、そんなのが来ると思ったら、うん、いや初めてにしては良かったんじゃないかなみたいな、良かったと思うよ。お言葉をいただいてね、シャイデオさん、よかったよね、レナのまっつぐね、見ました？見たね、見たんだよ、俺絶対見てない、見てるんじゃない、最初にこういうのできたやつ、ちょっと隙間ぐらいで見た、あれ早っ、本当にフラゲですね、フラゲ、すっごいいいじゃんと思いながら、うん、よかったです、はい、ありがとうございます、よかったよかった、髪切ったのみたいな、あ、カツラです、あれ、あ、そうなの、カツラかぶったんですよ、失礼しました、社長そこはしっかりお願いします、カツラかぶらせて、だから不安だったんで、あのみんなの温かい言葉を聞いてよかった、安心したなって思ったつぶやきですね、これは、うん、よかったです。千葉さん見ました？見ました見ました、あ、見たんですか？見たよ、もちろん見てるよ、私もあれで撮っちゃった、ブルーレイで、ブルーレイで画質いいやつにしよう、そうだそうだ、録画しちゃった、肌とか大丈夫ですか？将来あれだよ、おばあちゃんになったらそのりさこんちのブルーレイのやつ買って見せなきゃいけない、孫に、そうそう、ああずっと残ってるから孫に、どういうこと、そうそう、ブルーレイは綺麗だからね、どうしたの、大丈夫、お茶あるよ、大丈夫だから、あの、うん、50年後とかもさ、うん、綺麗ってこと、綺麗だから、ああ孫が生まれるくらいの年齢になって、うん、孫が物心つくぐらいになったら、うん、リサコンチからばあちゃんやね、そうブルーレイ借りてきて孫に見せたらいい、まず子供産まないとね、孫まず産まないと、もう今あのすっ飛ばしましたね、2、3段階で、そうできるのかな、千葉さん早く生まれて孫の顔見れないね、あれ千葉さんの孫の顔が見たいですよ、あれ孫じゃない、娘、娘でしょ、娘、めっちゃ似たの生まれてきそうじゃない、似たの悪かったな、悪いよですね、なんかコロッとした、この場見たコロッとしてるの、はい、じゃあ次、はいはい、ピオちゃんです、はいはい、6月30日の今日の足元ナウ、はいはい、のりさちゃんのつぶやき、6月30日、この今日の足元ナウはいつも足元からその日のファッションを想像するのが楽しみなのですが、フリフリしててすごく可愛かったです、その日の服装が気になりました、言える範囲でお願いします、30って何曜日、そう1日がじゃああ、あれですかね、そうそう、あの、あれですよ、アイドル、そうそう、取材、あの、そう、記者会見やった時に来た時はね、上はこれですよ、これこれこれ、そうだね、そうか、早かった、靴だけ違うのにした、朝早かった早かったね、朝、うん、朝何時に行って、7時7時40、うん、待ち合わせとかあったね、ちゃんと化粧もしていかなくちゃいけない、うん、意外と早く起きた気がする、